今手元がすごいピンクだらけで、ホクホクしております。高原しぐれです。今回はもしかしたら泣くかもしれません。泣いたらごめんなさい。ということで、今回ご紹介するグッズはですね、カードキャプターさくらの、2017年さくらフェスの、会場で配布されたものですね。チラシといいますか、カードキャプターさくら新聞というのもしてるんですけれども、まずは、会場にも貼ってあったこちらですね。ツイッターとかではちょっとずつ出回ってるんですけれども、カードキャプターさくらの一番くじ、これが、6月3日より始まるよっていうお知らせがありまして、これすごい、このなんだ A 賞、一等賞みたいな、この A 賞のシルエットはもう公開されてるんですけれども、なんと絵柄が初公開されております。初公開なのかな、されまして、で私すごい気になったのが、ここのラバストのあのお兄ちゃんなんだけど、これお兄ちゃんなんだけど、これこっちこっちこれだ、この人お兄ちゃんなんですけど、さくらのお話の中で学芸会みたいなのがお兄ちゃんのところでありまして、シンデレラをやったんですよ。でなぜか東洋がシンデレラにってやってたんですけど、それがここに入って、メイリンもいるし、そんなお兄ちゃんもいるのにエリオルくんがいない不思議っていうのがすごい面白くてですね、他はいるんだよみんな、他みんないるんだけどエリオルくんだけなぜかいなくって、なんでだろうっていうのと、このラストワンショーの魔法陣懐中時計ですよ、すごくないっていうのでもみくちゃしたのと、あとそのさくらフェスの時にキービジュアルと PV が公開されました。カードキャプターさくらクリアカード編第3巻、なんと購入特典、違う特装版かなの方にですね、今まで第1巻第2巻特装版は入ってたんですけれども、第3巻で特装版が入りまして、なんとこちらが DVD がつくのだそうです。すごいね、やばいよね、震えるよね。もう会場でその発表があった瞬間キャーで、 PV 見た瞬間もうなんかなんだろう、浸透してしまってですね、どこからともなくシク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 、もちろん私も泣けました。そんな感じで、なんとしかも会場帰りには帰る際にですね、配布しますと言って、桜新聞ですね、載っけてあるやつ、このその DVD 付きの特装版の内容が載ってあるやつ、もしくはそのアニメーションシリーズクリアカード編が2018年1月から放送が決まりましたので、それについてのことが書いてあります。そして、こちらがですね、なんと後ろキャラデザを担当されます浜田さんのインタビュー付きということで、なんととっても情報満載のさくら新聞いただきました。もうこれ本当にまずそもそもの話、私がカードキャプターさくら大好きだった、その当時こういうイベントとか映画とかもちろん行けなかったので、もう行けてることが幸せすぎてですね、これは夢かなってずっと思ってて、終わって帰って次の日ぐらいでも夢だったのかなって思ってるんですけど、手元にここにしっかりあるので多分夢じゃないです。はい、私が見た記憶、熊井さんが可愛かったりとか、生アフレコの後に丹下さんと熊井さんが崩れ落ちて、照れすぎて崩れ落ちてたりとか、あれは記憶は夢じゃないはずなので今後もこういうイベントとか、このねカードキャプターさくら新聞第3号っていうのがこう第1号第2号あれってなってるんですけど、知らなかったので、今後もこういうイベントとか情報満載なこういうものとかすごい楽しみに待っております。高原しぐれでした。